紫以外、紫以外、紫以外、学名は、意外目以外科に属する二枚以外の一種である。別名チレニア以外。ヨーロッパでは、同族のヨーロッパ以外などとの根性で、修理外、似たり外とも呼ばれる。カラス外、紫外と呼ばれることもあるが、カラス外、石外科や紫外、塩サザナミ外科とは、全くの別種である。 食用として利用される一方で代表的な汚損生物ともなっており IUCN の世界の侵略的外来種ワースト100にもチレニア以外の名で選定されている原産地は地中海沿岸を中心とした地域だが船舶の底に付着あるいは溶性がバラスト水に混入するなどして世界中に分布を広げた日本では百三十二年に神戸港で 初めて発見され、1950年代頃までには、全国に分布を広げた。ヨーロッパ以外では、外来種。繁殖力が強く、足糸も強靭で容易に剥がすこともできず、もはや人力の駆除が不可能なほど各地に定着し、生態系に組み込まれているのが現状である。緑以外より低温域に分布し、摂氏29度以上の高水温での死滅が報告されている。 殻は、やや偏った水滴型で、大型のものでは、拡張10センチメートル以上になるが、普通は5センチメートル前後。殻はあまり膨らまず、左右にやや平たい。外側は、光沢がある黒褐色から、黒星色。内側は、青白色をしており、部分的に弱い真珠光沢を持つ。紫の名があるが、黒褐色の殻側が剥げた殻はむしろ紺色に近い。 尖った部分は殻の前端であるが、拡張が極端に前方に変しているため、前端部と拡張とがほぼ同じ場所にある。反対側の丸く広がった方が後端で、直線的に殻が開く部分が、複足、両角が繋がっている部分が背中である。殻は、アサリなどに比べると薄く、やや弾力がある。前端から外側に広がる古城の弱い成長線があるが、表面は、 大して滑らかで、各面には、フジツボ類や、管聖護海類などが着生していることも多い。複足の殻の隙間から即死を何本も出して、体を、海中の岩などに固定するが、若い個体は、自分で足糸を切り離し付け直すのを繰り返しながら、わずかずつ移動することもできる。足は細長い指状で一見貧弱だが、伸縮や屈曲は驚くほど自由である。 この足の根元から先端までは溝が走り、溝の最上奥部にある足糸線から分泌されたタンパク質はこの溝を異型として足糸とな。足糸を接着したい対象に足の先端部を密着させたまま足糸形成をすることで足糸の一端をその対象に接着させる。足糸は非常に強靭で接着力も強いため。 水中接着剤開発のための研究対象となっている。内湾や港など、波の穏やかな長官帯から浅い海までの人工物や岩礁に多く、外洋に面した岩礁には少ない。繁殖期は冬季で、カキ類よりも陽性の放出及び、浮遊期間は長い。大小様々な個体が集団で生活するので、紫以外が集団で付着した海中の岩礁や、 防波堤、部位、船底などは真っ黒に膨らんで見えるほどである。食生は、他の多くの二枚貝類と同様に露過接触で、海中のデトリタスやプランクトンを食べる。餌は、高端の樹水管から、水と一緒に取り込むが、水管は、外頭膜が広がっただけのような簡素なもので、アサリのように長くはなく、ほとんど殻の外に出ない未発達なものである。糞や食用にされなかったゴミは、 粘液でまとめられて体外に出されて沈殿するため、他の露過接触型貝類と同様に懸濁物の多い、水を透明にする働きがある。主な天敵は、クロダイ、ベラ類、フグ類などの肉食魚、または、イボニシなどの肉食巻貝類である。在来の沿岸付着生物の富実ツボや付着性の貝類のカキと生息域の競合を起こす。また、北海道に、 自然分布する北の紫以外との交雑による遺伝的格乱を起こしている。一方、海水の浄化能力は高く評価されるが増殖後の死亡個体による水質汚染も問題となる。紫以外が赤潮生物、植物プランクトンを接触する習性を利用した水質浄化の試みもなされている。同海湾では北九州市により 海水中に多く存在する窒素トリムを取り込み、増殖した植物プランクトンを紫以外に接触させ、さらに成長した紫以外を資源として陸上にて利用する方を開発した。最近では、同海湾周辺の3つの小学校で環境修復体験教室も行っている。人の経済活動に対しては、カキなどの養殖イカダや発電所の止水設備などにも、 大量に付着し、被害を与えることがある。もともと、日本には生息しない貝でもあり、和食ではあまり利用されていないが、瀬戸内海などで漁獲される以外と同様に、瀬戸貝として、炊き込みご飯などにすることがある。旬は、貝が越える春から夏にかけてである。黒鯛、石鯛などの釣り絵としても利用される。養殖では、フランス料理やベルギー料理である白ワイン蒸しや、 ビール蒸し、主に、フライドポテトを付け合わせにして、ムールフリットとして供される。スペイン料理のパエリア、イタリア料理のスパゲッティアイフルッティディマーレ、海の幸のスパゲッティ、ギリシャ料理やトルコ料理のメゼなど、ヨーロッパ各地の様々な料理に用いられる。生貝として、および缶詰などの加工食品としても多く、流通している。紫以外は記憶喪失性解読や麻痺性解読。 下痢性解毒など、多種の解毒を蓄積することが報告されている。二枚貝のうちでも解毒の原毒が遅いことから、長期間にわたり、毒性を保ちやすく、麻痺や下痢などの食中毒を起こすことが多い。日本国内の場合、商品として出荷されるものは、検査体制が確立しているため、売られているものを食べる場合は危険性が少ないが、天然のものを捕獲して、食用とする場合は、 注意が必要である。日本では2013年4月に大阪湾の岸壁に定着している本種の喫食による食中毒事件が発生した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。